どこで落ち葉拾った？落ち葉、落ち葉スロー入ってめっちゃウケるんだけどこだわりました。ド素人が本気で曲作ってみたらどうなる最終回です。イエーイ、圧がすごい。よし、今日はですね、はい、最終回ということで、はい、PV を皆さんにお届けしようかなと思っております。早いね。最初はどうなることやら、はい、どうやることならどうなることやら、最後の最後まで不安だわどうなることやらと思ったけどまあなんとか PV まで完成しましたが、はい、そうですね。ちょっとまだ見てないんですよ僕。この動画で皆さんと同じタイミングで僕も見たいなと思って、うん、まだ見てないんで楽しみですね。マジで狂天らしさが前回になっております。おー、ハードル上げてくるやん。はい、じゃあ早速いきますか、はい、今ねここにあるんですよ PV が、うん、もう僕がスイッチを押せば消えるということなんで皆さん心の準備いいですか。いきます、スタート。勝ち。あ、そういうことね。そうです、最初はそれで、ね、びっくりだわ。あー、はい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 。あ、どこで落ち葉拾った？落ち葉、落ちましたあ、ここ恥ずかしいんだよ、なんかちょっと照れが出てる。あ急に走ってきたのなるほどね。あー、これね、いつもは見せないような表情。あー、いつも隣の時こんな顔してるけど。え、嘘でしょもっと元気じゃん。え、いやいや、あ、いいんじゃない、いい表情してるよ。あ、来た来た来た、スロー入ってめっちゃウケるんだけどこだわりました、スローでお願いします。あ、これ手繋いでんのね。そうそうそう、はいはいはい。さあ一緒に行こう。あ、そういうことか、ビートギャザーね。そうそうそう、サビです、サビです。なるほど、あいいね、はいはいはい、光の加減も、光の加減もこだわりポイントねはい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 、めっちゃ顔近いな。あ、ここ好き私。あ、明日もいいねえだ。あ、そう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 、過去の番組の回想シーンを入れました懐かしい。おい、なんで入ってんの、おい、どういうこと、なんでこれいいじゃんなんで入ってんだよなるいや、ないのーバンマニーはい、いかがでしたかあのね、うん、ツッコミどころしかない。え、嘘でしょまず、ねえでね、びっくりだよ。ところどころなんかスローモーションとかさなんか落ち葉とかさもうあれはほんとワンシンワンシン私がこだわって、はい、これやりたいですあーなるほどね、これねっつって。でもいい、多分全国のこのキョーティンが好きな人はもうめちゃめちゃ多分もうね、100万再生ぐらい一人すると思う。ありがとうございます。ぜひキョーティンのためにも皆さん見てあげてくださいお願いします。いや、良かったと思います。バンマニ。はい、ということでキョーティン曲作る企画最終回終わりましたけども、はい、この君と作るバンマニはですね、バンマニをね見ているみんながいつもの好きだったり新しい好きに出会ってワクワクしている姿を想像して、で笑顔の連鎖でつながるようにという思いを込めて作らせていただきました。この曲はね、バンマニのどこかで使えるかもしれないので、そうですねかもなので皆さん期待しておいてください、はい、今日の動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。コメントもね待っております。はい、待ってます。ぜひ皆さん感想をどしどしお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。
バンマニではバンダイの商品やサービスの情報を皆さんにたくさんお届けしてます。今日のおすすめ動画はこれ、みんな絶対見てね。キョーティンのミニミニ豆知識。今日の豆知識は冬の豆知識。女性は男性よりも寒さに強いと言われていることを知っていますか？この理由は女性は男性よりも皮下脂肪の量が2倍以上あることから寒さに強いと言われています。あさっても見てね。